はい、今回はフィナーレデスラーの取り扱いについてお話ししてみたいと思います。音楽の教科書などでもよく取り上げられるんですけども、タイとスラーの違いというのがありますよね。もう一度確認しておきたいんですけども、画面上のこの黒い曲線の部分ですね、こちらがタイと言われる記号です。基本的には同じ高さの音符同士をつなげるという意味になります。で、赤い方の曲線ですね、こちらがスラーになりますけども、これは一塊のフレーズを表すような意味合いですよね。弦楽器ですと、一弓でとか、管楽器だと一呼吸一息ですね、できるだけ滑らかに演奏するというような意味も含まれますが、こちらがスラーになります。で、フィナーレの場合はですね、それぞれつけるときに違うツールを使うんですけども、スラーの場合は変形図形ツールというのを使っていきます。はい、それでは実際にスラーを入力してみたいと思いますけども、まずメインツールパレットから変形図形ツールですね、こちらを選んでください。そうすると変形図形パレットですね、前回このクレッシェンドデクレッシェンドでも使ったかもしれません。こちらのパレットもし表示されてないよということでしたら、上のメニューですね、ウィンドウメニューから変形図形パレット、こちらで表示させてください。変形図形パレットの方からですね、今スラーツール、こちらを選んでください。この右にあるのは点線スラーなんですけどもね、点線にこういうスラーですけども、通常はこの普通のスラーを使いますと。早くもですね、この変形図形の一つ便利技なんですけども、例えばこのクレッシェンドツールが選ばれているとしますよね。で、この時に次にスラーのツールに切り替える時なんですけども、これキーボードショートカットが使えまして、キーボードの S のキーを押していただいている間だけですね、このスラーツールに変わっていると。で、この S を離すとまたこの通常の選ばれているツールに変わると。この辺結構便利ですので、ぜひ活用していただければと思います。では実際に音符にスラーつけてみましょう。まず最初のフレーズですね、ここのラーの音からこのタイの後ろのソーの音までスラーかけてみたいと思いますけども、まず最初の音符のところでダブルクリックして、今黒く反転してますよね。で、この時にクリックをまだ離さないというか、クリックしたままの状態にしておいてください。そして最後の音符のところまでドラッグしていただいて、やはりこの選ばれた状態、黒く反転した状態になってますね。で、ここで離すということで、このように自動的にいい形でつきます。次にスラーの向きですね、今こう音符の下側についてますけども、これを例えば上向きに変えたいということもよくありますよね。で、このやり方なんですけども、スラーの真ん中にあるこの四角いハンドル、これで一度スラーを選択してあげてください。そして今メニューからいってみましょうか。変形付けメニューのこの方向ですね、で反転、あるいはこの場合ですと上向き、同じ結果になると思いますけども、こちらで上向きということができますし、あるいは右クリックですね、で同じようにこうメニュー出てきますので、こちらの方向で反転、あるいはキーボードショートカットでもいけますよね。選んでいただいて、キーボードの F です、こちらを押していただくとこのように反転すると。基本的なスラーの付け方は今の通りなんですけども、例えばここの3の伸ばしているこのシドという音符に今スラーかけたい時なんですけども、この先頭でダブルクリックしてここで離すと、これでもいいんですけども、もうお隣の音符の場合ですね、ここダブルクリックしてそのまま離してしまえば自動的に次の音符という風になりますので、こちらの方が早いかもしれません。それから2段目、ここのリーから伸ばしてる最後のミですね、ここまでスラーかけましょう。で、この時ちょっと反転しましょうね。で、膨らみが今足りないかもしれませんよね。この場合このひし形が出てると思うんですけども、これをつまんでいただいて、そのままドラッグしていただくと、こうスラーの形も自由に変更できますので、見栄えのいい状態にしていただければと思います。最後に楽譜の書き方にまつわる話なんですけども、例えばスラーを今ここのレーソーという音符に書けたいとしますよね。その場合、ここまでの終点にしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。で、これは特別な理由があればもちろんいいんですけども、今特に理由がない限りはですね、このタイで伸びてる最後の音符までを一括りにしてしまった方が意味合いとしては正しいのかなという気がしますよね。なのでこちらも知っといていただくと良いかなと思います。はい、というわけでスラーにまつわる話をさせていただきました。次回はリピートですね、反復記号、こちらについてお話ししてみたいと思います。今回もご視聴誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。